ロクロワの戦いは、30年戦争中の1643年5月19日、フランドルからパリに向かっていた、フランシスコ・ダメルロ率いるスペイン軍とアンギャンコー、ルイ二世率いるフランス軍によって、北フランスの町ロクロ六1635年にフランスは30年戦争に参戦し、新生ローマ帝国及び、スペインとたびたび交戦していた。六百四十年以降は、 スペイン本土のカタルーニャへの派兵を行い、スペインへの圧力を強めていた。1643年、前年のホーンコートの戦いで、フランス軍に対し輝かしい勝利を収めた、スペイン領ネーデルラント総督、フランシスコ・ダ・メルロ。スペインの進行軍は3つの部隊に分かれ、メルロ及びイーゼンブルク・公ー率いる部隊が、ロクロワへ向かい、ジーン・デベック率いる文献隊が、 ロクロアから12キロ離れたシャトーラニオへ向かった。これらの都市はパリ進攻への拠点となるはずであった。フランス軍はスペイン軍の進攻を予期していたものの、スペイン軍の攻撃目標がどの都市にあるのか判断できないでいた。しかし5月12日にイーゼンブルク港がロクロアの包囲を開始すると、フランス軍を率いるアンギャン港は直ちにロクロアへ向かった。 フランス軍は一部の部隊指揮官が、社交のためにパリへ出向いており、招集に間に合わないなど、指揮官の足並みが乱れており、総指揮官のアンギャンコーも、若干22歳と経験不足だった。しかしジーンデーがシオンやバロンデーサラットなどの、経験豊富な指揮官も用していた。しばしば、フランス軍は、軽量で、機動性の高い野戦砲を装備していたと言われるが、 裏付けとなる明確な資料は残されていない。スペイン軍の状況はフランス軍よりも深刻であった。部隊指揮官には総指揮官であるメルロの弟が軍務未経験にもかかわらず抜擢されるなどしており、経験豊富な指揮官の数はフランス軍よりも少なかった。総指揮官であるメルロもキャリアの大半を外交官として過ごしており、軍務経験は一年半ほどであった。また、 ポルトガルやカタルーニャでの反乱を鎮圧するため、ベテランの兵士たちをスペイン本土へ送還していたため、兵士の質でも劣っていた。特に騎兵は、前年冬の寒波の影響で騎馬に十分な糧食を与えられておらず、訓練も不足していた。ロクロワの戦い5月18日、前日夜に到着していたフランス軍は、ロクロワへの進軍も開始した。スペイン軍は、フランス軍と、 ロクロワとの間を塞ぐように布陣し、メルロは文献隊のデベックに対して、救援に来るよう伝令を送った。布陣した両者はすぐには衝突せず、わずか数百メートルの距離を挟んで退治したまま眠った。さらに、スペイン軍は、フランス軍右翼の林の中に、マスケット兵1000名を待機させた。19日の夜明け、午前3時4時の間に戦闘が開始されたとされる。先に動いたのは、 デベックへ伝令が送られたことを知ったフランス軍であった。フランス軍はまず右翼の騎兵で林の中のマスケット兵を排除したが、左翼のラファット率いる騎兵とエルオ・ピータール率いる中央左翼の不評は多大な損害を受けて攻撃を跳ね返された。スペイン兵は勝利を確信し、フランス軍は砲兵指揮官が死亡し、 一度は砲を奪取されるなど苦境に陥ったが、後衛のサラットにより規律を回復させることに成功し、砲を再奪取した。一方、アンギャン砲及びガッシオン引き、反撃に出たスペイン軍最翼騎兵は一時砲を奪取することに成功するが、フランス軍中央右翼の不評によって撃退され、さらに、フランス軍右翼騎兵に追撃を受けて改装した。 アンギャン公はそのままスペイン軍中央不評の後方を回り込み、スペイン軍右翼騎兵を背後から攻撃した。すでに経験豊富な指揮官を失っていたスペイン軍の不評はこの動きに対応することができず、右翼騎兵への奇襲を許してしまう。スペイン軍右翼騎兵は指揮官のイーゼンブルク公が負傷して捕らえられており、抵抗することができず回送した。 丸裸となったスペイン軍の不評たちは、左翼のイタリア人、ブルゴーニュ人、後衛のワロン人などの部隊が逃走し、スペイン人からなる部隊のみが、戦場に取り残された。不評と共に取り残されたメルロは、脱出や降伏ではなく、その場に泊まり、抵抗することを選択した。デベックの救援か、改装した部隊が再編成して戦場に復帰するのを、期待していたとされる。 スペイン軍は強固な法人を形成し、包囲するフランス軍に対し抵抗を試みた。アンギャン公は、デベッコが9時頃に現れると予想しており、降伏勧告が断られると迅速に攻撃を開始した。フランス軍は法、不評、騎兵によって複数回の攻撃を行うが、極めて優位な状況に立ちながら、スペイン軍の法人を崩すことができなかった。生きた人間からなる、 岩の要塞と形容された法人は、三段などによって、多大な損害を出しながらも数時間にわたって、抵抗を続けた。しかし、デベックはついに現れず、スペイン軍の指揮官は包囲戦の際の守備隊と同じ、条件で降伏した。スペイン軍を破ったアンギャン港は、即座の追撃を行わず、一週間後の26日に、再度出撃する。 しかしその後もティオンビルの攻略に8月までかかるなど、後期を活かすことができなかった。一方のスペイン軍は大きな打撃を受け、多くの兵員と共に、軍の文書すべて屋敷バトンまで失ったが、アンギャン公が追撃を行わなかったために、スペイン領フランドルの防備を固めることができた。フランスとスペインの戦争は16年後の1659年まで続くことになる。映画ボードゲーム。 ありがとうございます。